はい、皆様こんにちは。今回もパンコール島を散歩してみたいと思います。ここはパンコール島のテルコゲドンという村にあたります。これね、この石ありますよね。この石には1700年代の頃にね、オランダの東インド会社の占領がこの島あったんですけれども、その東インド会社のロゴが描かれています。ここに描かれている虎のような絵からね、いろいろな物語が作られたんですよ。でもね、これよく見るとこの動物が剣を持っているように見えませんか。おそらくなんですけど、この虎のような動物っていうのは本当はライオンで、オランダの国の紋章に描かれている剣を持ったライオンを描いているんじゃないかなっていう、そういう意見がね、最近出てきてるんですよ。ここにも東インド会社のロゴが書かれてますよね。裏にはそんなにね、書かれてないですよね。それではちょっとゆっくりと漢方を歩いてみたいと思います。この赤い花綺麗でしょう。昔はこの村の家はみんな木造の高床式だったんですけど、最近はみんなモダンな家になっていますよね。モダンといってもね、デザインは漢方なんですけど、今聞こえている音楽はヒンドゥスタン映画の音楽なんですね。マレーシア人の娯楽の一つっていうのはインド映画を見ることなんです。ボリウッドとかいうのを聞いたことはありますか。それです。この家は漢方ホームステイといって、短期で借りられる家なんですよ。一日でも借りられます。海岸の上に立ってるから、満潮の時なんかは裏にベランダがあってね、そこから釣りができるようになってるんですよ。なってるっていうか釣りしちゃうんですね。それでね、釣れるのはシロギスがメインかな。ワタリガニとか小さな水ダコもいますけど、まあ、ほとんどはシロギスかな。それと夜満潮の場合にはアオリイカとかも釣れたりしますね。それも家からね。そうそう、ダツもいます。あとね、あんまりメジャーじゃないんだけど、小さな念仏台なんかはいくらでも釣れます。ここの海って刺激を与えると青く光る微生物がたくさんいるんですよ。だからダツね、さっき言ったダツっていう魚ね、が驚いてね、急にヒューンって早く泳ぐことあるんですけど、そういう時は青い光の筋がね、海に見えたりするんですよ。家からだと照明ほど見えないんだけど、ボートで夜釣りに行った時なんかは流れ星みたいですごく綺麗なんですね。いい景色だな、山側もね。いつもね、海ばっかし見てるから。
マレーシアの漢方ってこういう花に囲まれてるっていうイメージがあるんですよ。実物のね花はね映像よりももっと綺麗ですよ。今回撮影に使ってるこのカメラね、これインスタ360っていう360度カメラっていうものなんですよ。それでこのカメラって360度もう上も下も横も後ろも全部撮れるんですね。それで編集の時にねこうカメラの向きをね左に向けたりとか右に向けたりとか、まあ、上とかそういう風にやって編集してます。音もね一緒に撮れるんですけど、カメラをね高く構えたりするんで別の録音機でも録音してます。マンゴーが鳴ってますよね、たくさんね。この村、この村だけじゃなくてマレーシアねみんなマンゴー鳴ってますけど、このマンゴーは酸っぱいやつかな。この家はね、これね、政府の、ね、政府で働いてる、公務員ですね、公務員の、住居なんですよ。すごいいいですよね。いやー、いい天気だな。コロナのねロックダウンの関係で長い間ここ来てなかったんですけど、結構ね皆さん家建て替えてますよね。これって漢方ホームステイにするのかな。あった、これねアエルガマットって書いてありますよね。このねガマットっていうのはナマコの一種なんですけど、このナマコの体を切ってその中から水を取り出すんですね。それでその水をたくさん集めてここで売ってるんですよ。体を切られたナマコっていうのはすぐ再生する力を持ってるんで、マレーシアではこのガマットっていうナマコをね昔から薬としてたくさん使ってきました。ランカウイの特産品でミニャガマとガマの油っていうものがあるんですけども、それはねナマコ自体はね食用油でハーブと一緒に煮たもので、ここにあるねアイルガマットとはちょっと違うんですよ。このねアイルガマットっていうのはさっき言ったように水ですんで透明なんですよ。それでこう切り傷なんかで血が出た時にそのアイルガマットを塗るとこの血がすぐ止まるんですね。止血剤ですね。ただ現地の人たちはいや止血剤だけじゃなくて再生も早くなるっていうふうに言ってます。よくわからないですけどね。それではね、ちょっと舗装道路から脇道に入ってみます。あれちょっと昔と違うな、なんか家がたくさん建ってますね。前からあったかな。ちょっと昔と様子が変わってるんで道を聞いてみますね。
っちですね。前この家あったかな。この先にはね、山道があるんですよ。それでね、その山道を伝っていくと、まあ、ジャングルトレッキングみたいにね、山を登ってこう反対側に降りていくわけですよ。それでそのジャングルトレッキングをしたその先ね、そこにはね、こう山に囲まれて静かなところで、もちろんお店なんかも人も住んでないですし、それで砂なんかね、ものすごい細かいね、サンゴの砂で、もう本当に綺麗なビーチがあるんですよ。今回はね、そこまで行かないんです。ごめんなさい。ね、次回かなんかね、ぜひ行ってご紹介したいと思います。まあ、その入り口のところまで、まあ、こう行ってね、この動画を終わりにしたいと思います。